旅猫ナオニャンザワールド始まります。相棒のシーちゃんとネオちゃんです。相変わらずのネオちゃんですが、今日はこっちにもいますよ、可愛いネオちゃんが。そんな感じで始めていくよ。もうね、シーちゃんね、でも見て、シーちゃんゴロ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 言っててね、聞こえる？ゴロゴロ、シーちゃん聞こえないか。でもね、さっきから抱っこしてるからね、かなり嫌がってはいるけど、前ほどね嫌がられてないんですよ。このね、動画を上げてなかった間に私はすっかりシーちゃんとは仲良くなりましたのよって私が思ってるだけかもしれないんだけども、あのね、あれどっか行っちゃった、あの櫛でね、こう置いた櫛ないな、櫛でね、すっかりね手なずけてしまいましたの私は。ね、これの前の動画でちょっとブラッシングしてるのがちょっとだけあるんですけど、それをね参考に、あ、噛まれてる、噛まれてますよ私は。痛いよしーちゃん、痛いで。そんな感じでちょっと旅の話続けていきたいと思います。今はちょうどね、今どんなところに行ったかなっていうのをおさらいしている最中なので、ほぼほぼ音声になってしまってると思いますが、まあよかったらちょっと聞いてみてください。それではスタート。前回の雑談動画からはかなり日にちが経ってしまいまして、およそ1年ぐらい経っちゃいました。その間に旅の動画を上げてましたので、よかったらそちらの方もご覧になってみてください。そっちの動画は一人で行ったディズニーワールドだとか、それはね、一人で1日でどれだけディズニーワールドを満喫できたかっていうちょっと面白い動画になってます。そして最近しばらく上げてるのが沖縄に行った動画です。沖縄は宮古島と、その後与論島ですね、これは鹿児島なんですけども、今鹿児島にの与論島に着いたところの動画を先日アップしました。しばらくはその沖縄の旅10日間ぐらいあるので、そちらの方を定期的に上げていきたいと思っております。それでは前回の続きなんですけれども、行った国をのねおさらいをしてるんですが、前回はちょうどアメリカ大陸をやってまして、北米中米が終わったところかな。なので今回は南米どこまで行ったか、どの辺まで行ったかっていうのをちょっとお話ししたいと思います。南米はね、さあ行きましょうか。ブラジルがリオデジャネイロ、サンパウロ、そしてイグアスの滝に行ったんですよ。で、イグアスはブラジルとアルゼンチンだったの？だったかな？の両方にまたがってるので、それ両方ですね、両方の側から見てます。そしてその時にアルゼンチンはブエノスアイレスにも行ってます。で、あとウルグアイのモンテビデオだとか、あとはパラグアイですねも行きました。そしてチリのサンティアゴに行ってます。で、その後にペルーのリマとクスコではマチュピチュですね。マチュピチュを見に行ってます。マチュピチュの動画はアップしてないですね。一番、南米で動画を上げてるのが、チリのイースター島に行った話と、その時に、もう一回サンティアゴ行ってるんですよ。だチリのサンティアゴは結局2回行ってて、ペルーも結局2回行ってるんですよ。2回目は、イースター島と
ウユニ塩湖に行ったんですけどね、これがボリビアです。ボリビアのラパスとウユニ塩湖とイースター島に行った動画はアップしてますので、よかったらまたぜひ見てみてください。あ、そうだ、余談なんですけど、ウユニ塩湖もマチュピチュもラパスもすっごいね高い位置にあるんですよ。かなり高地にあります。なので高山病予防のためにホテルにはコカインの原料の、ちょっとコカインの原料って言ったらすごく怪しいんですけども、コカインの原料となるあのね、コカの葉っぱっていうのをね置いてるんですよ。今ちょっと写真載せますけども、こういうやつにお湯を入れて飲んで高山病を防止するっていうのがあります。ちゃんと飲んだんですけど、ウユニ塩湖とラパスでは全然ダメでしたね。もう大変でした。その様子は動画に収めてあるのでぜひ見てみてください。まあ多分ですけど、旅に出る前からちょっと風邪気味で鼻が詰まってたんですね。それが高山病の大きな原因だったんじゃないかなと私なりに思っております。マチュピチュの時は全然大丈夫だったんですけどね。なので高山病に対しては言いたいことたくさんあります。めちゃくちゃ語りたいです。あと南米はコロンビアのボゴタにも行きました。南米、そうですね、このくらいかな。次南半球行きますね。まずオーストラリアはケアンズ、ブリスベン、ハミルトン島。ハミルトン島はあのハートリーフがあるところですね。そしてゴールドコースト、シドニーかな。うん、グレートバリアリーフ本当に素晴らしいです。シュノーケリングはマストですね。そしてニュージーランド、ニュージーランドはオークランド、クライストチャーチ、クイーンズタウン。今日久しぶりに旅の動画を見て、このねニュージーランドのね動画だったんですよ。まあ、たまたまだったんですけど、もうめちゃくちゃ懐かしかったですね。やっぱりビデオは撮っておくべきだなって本当思いました。ところどころやっぱ忘れてます。うん、旅に行けば行くほどもうごっちゃになってきちゃうので、もう必須アイテムですねビデオは。そしてお次はフィジー、ナンディ、マナ島、あと八沢諸島ですね。八沢諸島はクルーズで行ってるので、その間の多分八沢諸島が一番奥というか遠かったですよね。多分船で2時間とかまんまかかるのかな。その間の島も、降りたりしてるので、ちょっと島の名前今ちょっと出てこないんですけど、クルーズでちょこちょこ何頭か回りました。フィジーで一番のおすすめなのがクラウドナインです。もう絶景ですね。海のど真ん中にある木で作った、なんていうのかな、ちょっとバーがあったりだとか、あとくつろげる場所があったりだとか、本当すごいんですよ。そういう施設があるのでそこは絶対行くべきですね。一応写真貼っときます。思い出した、このフィジーに行った時すっごい体調悪くて、行く前に熱とすっごかったんですよ。咳が止まんなくって、なんかね気管支炎から来る風邪かなんかそんなので、もうねかなり大変でしたね。その時韓国経由で行ったんですけど、韓国の薬って結構強いんですよ。日本よりは全然。なので韓国で咳止めを買って行きました。そんな記憶があります。そして次ですね、次クック諸島。クック諸島はもう絶景です。本当に絶景、多分今まで行った中で一番絶景かな。ヘブンっていうところがあって、そこがとにかくすごいです。アイツ滝島なんですけどね、それはアイツ滝島と、あと行ったのがラロトンガ島っていうところ。今まで
海は散々行ってますけど、世界中本当にたくさん行きました。その中でもあいつ滝島のやっぱヘブンがナンバーワンかもしれないですね。続きましてニューカレドニア。ニューカレドニアはヌーメアと、あとイルデパン、離島ですね。あともう一つ離島、ウベア島、天国に一番近い島。ここもすっごい綺麗でしたね。どうだろう、1位が先ほどのクック諸島のアイツタキ島のヘブンで、2位がウベア島かな。両方とも鳥肌が立つくらい海の色が綺麗なんですよ。なんていうかもう見たこともないような色で、本当に感動しましたね。もうずっとすごいすごいってそればっかり言ってました。本当に綺麗なんですよ。ぜひ自分の上で見ていただきたいです。南イタリアのチュニジア近くにあるランベドゥーザもむちゃくちゃ綺麗なんですよね。そこはフライングボートって言って、あの船がね浮いて見える場所なんですよね。ここらの他にもおすすめしたいビーチが本当にたくさんあるんですよ。なのでまた機会があればビーチ特集でもできたらいいなと思っております。南半球はこのくらいかな。だいぶ長くなってきたので今日はこの辺で終わろうと思います。次回はヨーロッパ、もう次でとりあえず行った国は終わりにしたいので、サクサクっと次は行きたいと思います。はい、今日はこんな感じでここまでにしたいと思います。いかがだったでしょうか。まあちょっとね、話だけなのでもしかしたら面白くないかもしれないんですけれども、まあちょっと一応ね、どんなとこ行ったかなっていうのも私もちょっとね忘れかけてる部分があるので、これをねなんか一応こう地図を見ながら確認していくとちょっとね懐かしく感じる部分もあったりします。てなわけで、それでは次回をまたお楽しみに。バイバーイ。おしーちゃんもう嫌がってんの。そうそう、あいやん、おしーちゃん嫌がったね、ごめんね。じゃあね、おしーちゃんもバイバイって、もうバイバーイ。さあ、バイバイ。